どうも、エルカブキのエルベダです。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、これ N 国党にね、はい、丸山さんが入るんじゃないかみたいな報道があるけど、あ、打診してますね。お前、日本をぶっ壊すのかってねそういう話なんだけどあ、はいはいね、でさ、そのなんか、こうなるとさ、丸山さんがさ、炎上でさ、つぶやいてたことがさ、うん、なんかプラスになっちゃったみたいじゃん。その炎上商法みたいなことやってたから、はいはいはい、目立って面白いみたいなことでさ、誘ってるみたいなね。ああ、だからなんだっけ、うん、立花代表ですか。そう、だからさ、炎上商法のやつが炎上商法のやつと組んでさ、うん、集客するって、まあ、中川パラダイスと坂口あんりのライブかみたいなねそういうことなんだよ、本当に。まあ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 、やり方はな、違うけど、うん、まあ似たような人もたくさんいるからな、まあ、政治は数って言ってますからね。数って言ってるからね、うん、だからとりあえずまあなんかね、面白いんじゃないですか。トースポではね、立花さんの、うん、まあ、影響力がすごい大きいっていう記事がね、まあ、出てて、はいはいはい、まあ、2面に出てるんですけど、うん、なんかね、参院選期間中に NHK で放送された立花氏の NHK をぶっ壊すの政見放送は、うん、YouTube などの動画サイトで拡散され、はいはいはい、320万回以上も再生されているすげえな。大変ですよ。すごいな、ね、まあまあ、うん、で、過去にも小島よしおが海パン一丁で、うん、そんなの関係ねえ、うん、サンシャイン池崎のジャスティスなどの一発ギャグが小中学生を虜にしたが、うん、最近はヒットがない中で、うん、自ら国会議員 YouTuber と名乗り、ネットとの相性がいい立花氏の NHK をぶっ壊すが小中学生の間でブレイク寸前だというのだ。おはさ出ちゃうもんな、ね、おはさでテレ東の方で出るおはさでダメだよ。どうぞ NHK の子供番組に、ああ NHK ぶっ壊すって、ね、気づかないのに言ってたら、言ってたもん。この現象は NHK にとって有識事態、うん、NHK は来年からスマホや PC への同時配信を始めるが、あ、ね、N 国党はスマホを所持しているだけで NHK の受信料が発生する仕組みに変わっていくと警告している。はい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 、若者のテレビ離れが顕著な中、将来的に NHK を支える世代となる小中学生が NHK をぶっ壊すと口にし、うん、受信料システムに疑問でも持ち始めれば不笑い運動にもつながりかねない。なるほどね。で、まあNHK をぶっ壊すはまだいいが、うん、政見放送では続けて、うん、NHK アナの不倫路上カーセックスを連呼している。あ、はいはいはい、まだ敏感な年頃で性教育上よろしくないので、ママ友の間では動画をなんとか見させないようにできないのかと困っていますよっていう、まあ、どうすかの、まあ、確かにそれは、ね、まあそうか。いやでもな、そう言ってもやっぱ俺らね、ごっつええ感じとかさ、うん、限定レとかさ、はいはい、スーパージョッキーとか見てたじゃない。大丈夫だとか、あ、まあ、見てるよ。だって俺小学校の時にさ、大丈夫だバカ殿様でさ、おっぱいポロリとか見ちゃってるわけですから、はい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 、なんだったらね、シュワちゃん映画、スタロン映画でもおっぱいポロリは見てるんですよ。いやいや、俺はやっぱ許せないです、これは。ダメですか。はっきり言って、だってと言ってください。昨日の24時半から NHK E テレでね、うん、沼にハマって聞いてみたって、僕ら再放送で出てるんですよ。 あ、はい、あら、そうだったんですか。でさらに、それはもうその前回僕らが出演した時はちょうどね、地震速報で番組が途中で終わっちゃってね、はい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 、で、それが全部、うん、実は生放送終わった後に、うん、エンディングまで全部撮ったんですよ。はいはいはい、はい、で、それの、だ今回その沼浜のね、スタッフさんが、はい、ディレクターズカット版になりますってちゃんと宣伝してくれたのが放送されてるんですよ。あらま、はい、だからそのデロリアン編集は N 国党の今肩を持ってたけど、うん、俺は肩持ってんの肩俺はおい、おかしいぞお前、 NHK 側です。怖いわ。だからお前らし、お前週刊誌だわ。次回はお前週刊誌やろう。どうする、もし次回沼浜、俺ピンでオファー来たら、うん、受けますよ。それはしょうがない。いやいやいや、受けますもしね、いやいやいや、可能性もね、なきにしもですからね。待て待て待て、俺はとりあえず今日から毎日 NHK の玄関掃除でな、うん、秋は落ち葉拾いとかな、西口玄関、西口玄関ちゃんといるだろ、専用の人いるだろ、ちゃんと、ね、雇われてくるから、やるしかないわな、こりゃ、ね、そういうことですから、秀吉スタイルになるしかないな。なんとかこの再放送ディレクターズカット版でね、6月に放送された時はね、うん、はい、マネージャーの電話が鳴り止んでましたから全然いつも鳴ってたはずなんですか。鳴ってなかったです。いつも鳴ってるはずなんだけど、電話が鳴り止んでましたから、うん、今回なんとか鳴り止まなかったって言えたら、まあこれね、収録今ね、この配信の収録が27日ですから、まだどうなってるか分かりませんけど、はいはい、もうね、売れっ子になってるかもしれませんよ、我々はねそしてね、はい、なんとディズニーシーで万引きをした人が県立学校教師の42歳女性、あら、まあ、シェリー・メイの服を盗むと。ひどいですね。ヒントがある、もう思わずね、いい大人だ、先生先生って言いたいですね。はあ、これはもうヒロミさんが堺正明さん呼ぶ時の呼び方先生さあ、
言いますね、うん、あれは何だったんだろうね結局マチャキとヒロミさんの不仲説ってのは何だったんだろうね結局仲良く出ちゃってねとはあれじゃないのなんかな噂が流れてそれで周りが気使ってブッキングしなかったのかなとか、まあ、そういう感じか本当は2人で電話とかしたのかもしれないしねああ泳がしとこうみたいなはいはいはい、はい、実はねなんか報道で出るよ、うん、先生面白いねみたいなみたいな遊びをもしかしたらしてるかもしれない、うん、知らないし本当はすごいあったんだけどテレビ的に何にもなかったように、うん、2人でちゃんと頑張ってるのかもしれないしねおやめろよ週刊誌よおい週刊誌何言ってんだしょ、ね、どうなんでしょうやっぱ真相は闇の中ですよねいやまあまあ闇の中ですはい、ね今何でも暴露する会見がある中、うん、もし本当に不仲だったけどあれを取り繕ってるしたら相当なプロですよ暴露ブームでしょ今まあまあまあ暴露ブームっちゃ暴露ブームだな、まあね芸人がね、あの給料明細とかやったりもする時代ですからねすごいねでね金太郎第一子妊娠発表ちび金太郎をフライングゲットっていうねああびっくりした大木金太郎さんの違うわ大木金太郎さん太郎今何してるか知らないよ俺大木金太郎プロレスラーね昔の続きが得意のねえちび金太郎をお腹の中にフライングゲットしましたということなんですけどあらまあやっぱこのフライングゲットはずっと言っていくんだろうなっていうのはねだからフライングゲットってもう前田敦子も言ってねえだろうってちょっと思ったけど、まあまあ、出世作だからねまあね出世作ですよ、ね、でも金太郎さんは前もここで喋ったかもしれないけど、はい、僕らね今度てっぺんっていうインディーズライブの最高峰のライブがあって、はいはいはい、その250回とか200回スペシャル出るんだよねあで、金太郎さんはね100回だかなんかのスペシャルの時に、うん、出演予定だけど来られなくてあらでっかい花が届いてて中野芸能小劇場ってとこにお初めて見たの、はいはい、中野芸能小劇場に花があるのおすんげー律儀な人なんだよねそうだね、うん、素晴らしい人格ですねです人格者ね、でその金太郎さんがブログで炎上したみたいのをね、うん、前俺らがその放送 NG 演芸って出た時に、うん、その放送 NG 演芸の、生放送の前に、うん、俺らのこの10分おろしで配信したの、はい、その金太郎さんのニュースについていろいろああそうでしたかその時に、はい、コメント欄にクソつまんねえホモラジオが始まったみたいなおそうなんか多分生放送でさ放送 NG 演芸でネタもすごい練習してなきゃいけなかったから、うんいろいろこう、なんつうの？ その配信のためのね、トークもそんな寝れずにやってって、はいはい、で、二人でなんとか笑い合いながら助け合ってたと思うね、俺とデロリアン氏がそれが、うん、確かに、うん、結構つまんない回なのよだから、確信をつくなとだけど、ね、見る目あるぞとそうそう、うん、ただ口の聞き方はね口の聞き方ね良くないですね言葉ですよ、大事、ねえだからね、なんかね、うん、あとそのまあここでも扱ったけど、うん、黒人女性を抜擢の新007に初の黒人ボンドガールから猛批判っていうニュースがあって、うん、でボンドガールがそうなんだそうボンド役が黒人女性っていう大胆な新設定まあこれあのアリエルがね黒人の人がこう決まったとかそういうニュースのえジェームズ・ボンド自体が女のボンド役が黒人女性ボンドガール嘘あそうだったんだうんそういうことなんだへえボンド役をという、大胆な新設定に初の黒人ボンドガールを演じた女優が不満をぶちまけたあ、ボンドガールね、はいはい1971年の007ダイヤモンドは永遠にで黒人ボンドガール役を務めたアメリカ女優トリーナ・パークスさんは今週イギリス紙デイリーミラーに、うんうん、まあその新しいボンド役に決まった黒人の方のラシャーナさんは素晴らしい女優よ、うん、でも007役を演じることには大反対と語気を強めたパークスはコードネーム007のボンドは、作者のイアン・フレミングが男性として想像したものミス・ボンドは馴染まないと一周とああ、うん、なるほどねこれは人種の問題じゃないと黒人男性のジェームス・ボンドもいいと思うでも男じゃないとダメと主張したこれ作品の世界観に対して言ってるの確かにそうだ ね、うん、ねそれはねうん分かるそういうことかうんなるほどねなるほどな、うん、嫉妬とかじゃなくてねはいそういうことなんだあだからね、うん、ちょっとね、うん、こうね、うん、前作とかでちょっとずつこの女性版のボンドみたいなやつを出しとけばよかったかもしれないね、うん、かなジェームズ・ボンドがいてだんだんね、あのたけしさんだってザトウイチで新しいザトウイチ像を作りたくて金髪にして、うん、だけどそれはザトウイチの時に金髪が急に違和感があるから、うん、もう何ヶ月か前から金髪にしてバラエティとか出るようにして馴染ませてったとかねそうそうそうだからさ、
この前ね、ダースレーダーさんと俺は一緒に配信やってるラッパーの人に聞いたんだけど、リスペクトレイシズムっていうのがあって、リスペクトレイシズムで、それは なんでそういう話なんだろうって、ダースレーダーさんが、うん、ダースレーダーって、うん、いいとこ育ちなんだな、ダッサみたいなの書き込まれたと。あ、はいはい、で、ダースレーダーさんが、うん、まあ、それラッパーとしてさ、で、結構政治のこととかも反権力みたいな感じで、うん、結構書いていくのに、いいとこで育ってんだ、うん、で、ダースレーダーさんが書き返したのが、うん、まあ、僕、自分が生まれる場所は選べないのでね、みたいな、はいはい、で、それが、いわゆるその、ゲットアウトっていう映画をね進めてくれたの、ダースレーダーさん。それ面白いから見て。それどういう映画かっていうと、黒人の人が、うん、に対して、すごいいい筋肉してるね、鍛えてんのとか、うんうんうん、すごい、なんか運動神経ありそうだねとかいうのがあって、それって本人は文学青年かもしれないし、そういった時に自分はそうどういう風に生まれるかを選べない中でそういう風に言われる時に、うんうん、傷つく可能性がある。それがリスペクトレイシズムだって言ってて、でちょっと前にさ、俺らのケトルベルってお笑いコンビで知り合いになって、フリーので、それの小川ノアって、ベイノアってやつが、チャンプ、チャンプか、チャンプ、ハーフでもうパッと見黒人なんだけど日本国籍やもんな、うん、で、まあそうだね、ライズっていうキックボクシングの団体のチャンピオンなんだよね。すげえんだよな、すごいのよ、うん、で、そのダースレーダーさんに、俺でも正直、うん、やっぱりそう言っちゃいましたっす、やっぱり、うん、その相方は日本人なんで、空手一緒にやってた友達なんだけど、やっぱそういうのがやっぱり生まれつき結構運動神経もあるのかなって思っちゃったんですよ。そしたら、いや実際にできる人でそれをこうやれる人はいいんだけど、そうじゃない人に言うとちょっと傷つく可能性がある、うん、まあそれ分かんねえからな、うん、だからさ、昔さ、うん、110m ハードルでさ、うん、中国人のその男子だったかな、はいはい、が金メダル取ったってなったんだよ。あれとかもやっぱね、うん、東洋人の中でもやっぱね骨格の作り違うっていう。ああ、なるほどね。そうだから元のやつはもう違うもんなんじゃないんですよ。なのかな、それは別に。だからそれを言葉をちょっと気をつけないと、そこで傷ついてる人もいるんだよっていうのことをなんかね言ってたけど、まあ、うん、違うっていうことが悪いことじゃないくね。違うこと自体はね、区別自体はね、そう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 、だって違うんだから。まあそう思っちゃう憧れ、そうそうそう、そういうのがね、あるよみたいな言ってて、で小川ノアがさ、うん、この前ライズのチャンピオンなんだけど、那須川天心がメインイベントを務める団体のなんか前説やったんだね。なんかね、なんかね言ってたね、芸人っていうの団体が来てて、ね、で前説やって那須川天心が胴回し回転蹴りっていうので勝つわけ、うん、空手の技、うん、で高田信彦はかつて解説でさ、もうプロレス育ちはさ、うん、おー浴びせ蹴りって言ってたわけすぐみんなに胴回し回転蹴りですねって訂正されてたんだけどいや、それはしょうがないじゃない、畑だよ畑、ね、でベイノアが畑だよ解説したと、その日、はい、で僕も解説で偉そうに、これ空手の胴回し回転蹴りですねって言ったけど、うん、で、ベイノワはね、今も極真空手の所属なの、うん、で、俺も極真の選手だけど、あれを一発で当てて KO するって、うん、考えられないと、那須川天心何者なんだみたいな解説、はい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 、っていうのがあって、うん、でいかに天心っていうのがもう同じ同業者のチャンピオンから見てもありえない存在かっていうのと、その日にあの坂田敏夫師匠が大阪が本拠地だから、そのゲストで来て、うん、でちょうど闇営業騒動でいろいろ問題になってる最中に、今日は吉本興業に来て 50年今日が一番楽しいですっていう、すごいみんなをざわつかせる全然アホの坂田じゃなかったっていうね。そりゃそうだろう、アホって言えば怒るらしいじゃん、ね、街中でアホって言ったら誰がアホやって怒るってだからすごい、うん、なんか芸は芸なんだよと。すごいよね。そうだよ。だからさ、もなんか楽しんでんじゃないの、周りの反応とか見て。まあそれも面白がってるかもしれない。だから天然とは思わないよね。いや、さすがにそれはないでしょ。で舞台立ち続けてね。天然の人はあそこまで残んないでしょ。ね、ちなみに島田良七さんはね、うん、俺は吉本2回辞めて3回入ったって言ってんだけど、島田良七さん。良七さん、あでも2回辞めて3回入っただとさ、うん、俺今吉本かなと思って調べたらオスカープロモーションだったの。あ、まあそうだね。そう、1回目入って辞めて、もう1回入って辞めて、もう1回かで辞めたけど、で辞めてオスカー、次は移籍ってことだったかな、オスカーね。あ、そっか、うん、昨日ね出てたもんね。そう、なんか今回の報道についてね、ね、いろいろ喋ってるっていう、はいはいはい、2回辞めて3回入っただからさ、これが、うん、いやで、だけど今オスカーだから、いや、うん、3回辞めてんじゃないみたいな。これが何を思い出すかというと、うん、大仁田敦が7回引退したけど、うん、復帰した回数は7回か8回かでいつもあるよね。ああ、そうだから1回目の入団とか入社が1回目、1回目は入団でデビューで、で日程もう復帰は7回か、7回だな、引退が7回だから、うん、ってことだな。もう俺たちあれね、大仁田さんの手のひらで転がされてますよ今。なるほどね、
大仁田のさ、あってもいいんじゃない、計算ドリル。ん、大仁田敦の計算ドリルあってもいい。中村慎介のイヤオドリル以来でさ、間違えるとさ、ペンが一瞬電流走る。体罰じゃない体罰じゃないかよ、それ。で、書き取りでさ、邪道って100回書かなきゃいけない。なんだよ、それ。なんだよ、その自己批判みたいな。引退のさ、類似語に、うん、詐欺とかさ。まあまあまあ、そういう、なんかいろいろな。そうだよね。あ、でも、大仁田のファンでも子供に与えたいと思わないか。子供の教育ないぐらいな。あんまりな。そりゃそうだ。うん、だ自己啓発ぐらいになるんだよね。自己啓発か。そう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 。ここまでずぶとくなれと。うん。付録でな、付録で2リットルの水4本ぐらいついてきて、そっちの方が覚えとくな。まあまあまあ。そうね。大仁田さんはね、うん。うん。いいじゃないですか。そういうことはね。うん。あ、あれもあるじゃん。だから玉木国民民主代表が、はい。あの国民民主党の、ああ。結局安倍さんと会見議論するっつ。だから結局あれだよな。言ってたさ。うん。お前アムロレイのコスプレしたら軍服着てんじゃねえかっつうの、お前もともと会見したかったんかって言われる。だって、うん、この人たちってさ、もともと民主党、民進党か、民主党が民進党になって、はいはい、でそれで、うん、あこのまま解散したらやばいと思って希望の党行った人たちでしょ。で希望の党ったら最初会見派だったの。うん、でそれで小池さん力を失ってきた途端にいきなりもう会見はしないとかっつって、うん、もうブレブレだから。だこういうところはもうどっちつかずでパワーバランスで動くから、うん、なるほどね。そう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 。だからわからないよね。あれもよくわかんないよね。うん、知らない間にオリーブの木ってあるでしょ。結構前からあるよ。あ、結構前からあるんだ。なんか聞いたことある気がする。オリーブ、オスマンサンコンがねずっとこう信用してるのはバオバブの木ですからね。いいよ、信用してるじゃないか。でバオバブの木を、国の木だから、バオバブの木で、うん、もう削った、バオバブの木で、うん、歯磨いてたから虫歯ないとかね、あるんだろうな。うん、虫歯あるんだろう。でもあるかもね。よくなそういうので、実はこういうさ、うん、今でそう科学で証明するとこういう効能があるとかってさ、わかんないことがすごいよな。うん、昔の人それ分かってた。虫歯はもうずっとないんだからね。悪くなったら目だけなんだから、ね。実はめっちゃ歯医者行ってくる。知らねえけど、今むちゃくちゃ歯医者行ってる可能性あるぞ。入れ歯だったとか、もうブラックサンダーとか食いまくっちゃって、もう虚偽の説明だったとか。チョコ大好きね。まあね、おすまさんはキングオブコントね、今2回戦進出中ですから。ああそうだね。まあ我々ね出ませんけど、まあ、同業者ですからね。うん、ちょっといつかね、お医者さんコン、お医者さんコン、これ応援していきましょうね、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。お願いします。